サートゥルヌスは、ローマ神話に登場する、農耕神。英語ではサターン。ギリシア神話のクロノスと同一視され、土星の守護神ともされる。妻はオプス、あるいはレアーとされる。農耕が時を刈り取るという意味も持ち農耕神のクロノスが時の神として混同されて扱われる時があるようにサートゥルヌスにも同様の傾向が見られる。農耕神とも地の神とも、または農耕と時の両方を司ると扱われている時もあり、文献によって扱いが異なっている。ただし古代から農耕の収穫などの周期は重要であり、農耕神は時を司る神として扱われていたという説もある。彼を祀る神殿は、ローマの7旧の一つカピトリヌスの丘の麓のフォルムロマヌムの西端にあり、ここにはローマの国庫が置かれ、また法文や元老院決議が保管されるなど、政治的にも極めて重要な神殿だった。彼の祝祭はサートゥルナーリアと呼ばれ、毎年12月17日から7日間執り行われた。その間は奴隷にも特別の自由が許され、楽しく陽気に祝われた。サートゥルナーリアでは、人々はろうそくや小さな人形を贈り物として交換した。この風習は、後にキリスト教におけるクリスマスに受け継がれたという。クロノスと同一視された後の神話では、ユーピテルにオリンポスを追放された。彼は地上に降り立ち、カピトリヌスの丘に一市を建設して、イタリアの王となった。そして当時、未開の民だった人々に、農業やブドウの木の剪定などを教え、法を発布して、太古の黄金時代を築いたという。一説によると、彼をイタリアに迎えたのはヤーヌスだったという。サートゥルヌスは4頭伊達馬車に乗る姿でも表され、同様に表現されるヘイリオスと同一視される存在である。ありがとうございます。